はい、皆さんどうもこんにちは、あぐまきです。はい、本日はですね、ニョピの翌日ということもありまして、まあ本来でしたら、普通にですね、車とかバイクとかですね、外出している人が、いるんですが、本日はですね、もともと政府の方からですね、まあ、バリの政府の方から、まあ、コロナ対策っていう件に関して、この1日はですね、外出はしていけないっていう、使命が出てまいりました。はい、それでですね、まあ、こんな風景になっておりますが、まあ、ほとんどですね、後ろにもですね、まあ、何も見えないということなんですけど、まあ、これ自分の自宅なんですが、まあ、こういうふうにですね、まあ、すごく静かでございます。はい、これが実際の風景ですね。まあ、車はですね、路上に止まっておりますけど、道には一切誰も通っておりません。あ、ここに急に黒い犬がですね、渡ってきたんですけど、まあ、普通ですね、ここでしたら、まあ、この前にもですね、ミニマーケットがあるんですけど、ここも誰もいない状態です。はい、こんな感じです。本当に誰もいないですね。空いてますね。本当に空いてます。あとはですね、外の状況を見てみましたんですけど、まあ、これからですね、まあ、自宅内の方を、まあ、見ていただけると思います。はい、こういうふうにですね、入っていきますと、まあ、これ私の家族でもあるんですけど、まあ、こういうふうにですね、はい、外の方で、まあ、ご自宅の方で、まあ、ゆっくりと、はい、ゆっくりと過ごしております。はい。こういうふうにですね、雪虫ということになっておりますので、まあ、子供もですね、こういうふうに家で、まあ、カルタ遊びをしてますね。リカちゃん、こんにちはわ。こじやみに、ほらほらほら。はい、妹もですね、お家でなんかこれ、なんかおやつを食べながら、一日を過ごしております。はい。はい、引き続きですね、ここは私の家の4階になります。この4階ではですね、まあ、360度ですね、まあ、風景が楽しめることができております。はい、こんな感じです。はい、ここにですね、ちょっとお話が変わるんですけど、金属からできた、昔のですね、椅子と、まあ、机があります。その後ろに見えるですね、この銅像なんですけど、これはですね、インドネシアの大統領の銅像になっております。まずですね、簡単に説明しますと、一番左の方はスカルノ大統領、第1世代目ですよね。その次に第2世代目のスハルト大統領、はい、第3代目のハビビ大統領、はい、で次、第4世代のグスドゥールという、大統領ですね。はい、で5世代目に、初めてですね、インドネシアの女性大統領ですね。まあ、彼女はですね、スカルノ大統領の娘さんになります。はい、で最後には、6代目の、スシローバンバンユリオノ、SBY、インドネシア語では SBA と言います。はい、ここはですね、まあ、やはりですね、こういうふうにですね、360度ですね、まあ、見えるということもありまして、まあ、すごくですね、風通しもいいのですごく気持ちいいです。まあ、ぜひですね、まあ、誰でも構いませんので、まあ、私のですね、このプリアタン、プリカレランオーキューというところにですね、来ていただければ、ご自由にですね、こちらの方にですね、お越しいただくことが可能という形になりますので、まあ、ぜひ皆さん、もしぜひウブルに来た場合はですね、ここのオーキュー内にですね、入っていただいて見学していただくことも可能でございますので、次回もよろしくお願いいたします。